ように、ような直輸です。はい、それでは本日もやっていきましょう。3分でわかるかもしれない、国語という形になってくるわけなんですけれども、今日はね、みんなが大嫌いで大嫌いでもう嫌で嫌で仕方ないっていう C 単価俳句についての、表現技法について覚えていきましょうという形になります。で、皆さん C 単価俳句が苦手っていう人めちゃくちゃ多いんですけど、まあ、はっきり言わせてもらいますと、覚えること覚えてないんですよ。覚えることをまず覚えてから C 単価俳句がわかりませんってわかるんですよ。そう、直輸とか知らないとか、論外なんですよ、正直な話言うと。で、じゃあ、わかりやすいように、直輸って何ですかっていうことをまずやっていきましょうということなんで、いつもながら、これ私の個人的意見なので、まあ、一切批判は受け付けないという形になるんですが、はい、こちら見てください。はい、柴田さんのようなイケメン。いいですか？柴田さんのようなイケメン。はい。で、木下優香さんのような美女というふうな形になります。こういうふうに例えをする場合っていうのが、比喩ということになります。比喩。ね。で、直喩って何ですかっていうと、注目すべきがこちら。はい、こちら。これですね。ようなって書いてましょう。ようなとか、ようにって言ったら、もう誰が見てもわかるじゃないですか。誰が見てもわかるじゃないですか。柴田さんのようなイケメン。ね。木下優香さんのような美女って言われたら、どんな美女ですか？どんなイケメンですか？って言われたら、もうすぐ答え簡単にできるでしょ。柴田さんのようですとか、木下優香さんのようですっていう風に簡単にわかる。つまり、誰がどう見ても比喩使ってんじゃんっていう話なんです。だから、直喩の問題出てきたら、簡単なのは、ようなとようにを調べるんです。ようなとようにを探せば、じゃあ直喩あんじゃんってんで、すぐわかるんです。わかります？わかります？もう一回言いますが、直喩っていうのは、ようにとかようなが使われている。ね。なんとかのような人、なんとかのような犬、なんとかのような草とか、なんとかのような絵とか、いう風な形で、ようにとかようなを使われていた場合に関しては、直喩という形になります。さあ、もう一回お伝えしますが、柴田さんのようなイケメン、直喩。ね。木下優香さんのような美女、という風な形になります。よろしいでしょうか？はい。ということで、すみません。私あまり YouTuber 知らないので、YouTuber の方あんまり知らないので、イケメンって言われても、あんまパンとはいっぱい出てこないので、申し訳ないんですが、まあ、柴田さん、私が個人的にイケメンだなと思ってるんで、柴田さんちょっと使わせてもらいましたが、まあ、まあ、批判があった場合に関しては、私に対しての批判ですね。いくらでもいけますんで、まあ、よろしくお願いします。ということですね。というわけで、皆さん、ようにとか、ようなをしっかり覚えて、比喩ということをしっかりと覚えておきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。